だった受験ありがとう、遊びに来てくれて嬉しかったです。生のピチピチ JK を見れて目が潤いました。ありがとうございます。あ、今は短冊集めるとなんかやってるんですね。うん、受験の方ありがとう、来てくれて、遊びに来てくれてありがとうございます。そう、松阪牛のなんかギフトだけは届いたんだけど、まだ注文してないからまだまだです。はい、ヤッホー元気、めっちゃ元気だよ、元気です。みんな何してんの最近。最近なのはね、なんかありがたくね、いろいろやらせていただいているので、何も全然ね、ショールームとかする期間がなかったんですけど、今日は気分でやりました。ブブカ読んでありがとう。そう、ブブカにも、あ、そういえばブログ書きましたよ気づいたかな、みんな。ブログ書いたの忘れてた、言うの。ブログも書いたし、ブブカも表紙を、あの電子版は表紙やらせていただいたりとか、あとはなんだっけ、そう、取材してもらったので、ぜひぜひぜひ、そう、トップイエローさんのやつにもね、取材していただいたので、ぜひ見てください。トップエールか、トップエールネオさんか、トップエールネオさんのやつにも、そう、はめちゃくちゃね、え、それかな、それはにはめちゃくちゃね、ひなののことをなんか、え、それかな、それ、いや、それだな、はなんかすごいね、本当になんか、マジ普通の会話みたいな、普通の会話みたいなものを、普通の会話みたいなものも載ってる。てか普通の会話だと思って喋ってたものが違った。雑誌に載ります。載ったから汗汗って感じ。そう。だからぜひぜひ見てみてください。なおちゃん見れたから明日仕事頑張れる、だって、かわいい、ありがとうございます。頑張ってね、お仕事。お場面見た、だって、ありがとう、初見ありがとうございます。いつになったらさ、名前呼べるんだろうね。いつ名前、あ、待って、やばい、コンタクト取れる、コンタクト取れちゃった。事件、画面外で事件起きてます。みんなには分かんないでしょ。痛い。え、これなんかみんな切れてる途中、大丈夫そう。なんかひなののね、ショールームねダメなんだよね。初見の方ありがとうございます、来てくれてありがとう、頑張ってください、だって、ありがとう。やば、ブツって切れるよね、ひなののね、ショールーム切れんの絶対。ひなのはあれ、何の話しようとしたんだっけ。あ、そう、エアコンがあんまり好きじゃないです。なぜなら、なんか風邪をひいた気分になるから。そう、風邪をひいた気分になっちゃうの。そんな気分にならない？なのだけ？なのだけか。
こんばんは、初見の方だ、ありがとうございます。あおみさんがショールームしない間、あおみさんアバターができたの、ありがとう。あおみひなのアバターだよね。すごい、ひなのがいない間にいろいろ進化してるんですね。ひなのアバターにしてよ、お願い。 HMV 酒屋今きつかった、わかんない、覚えてない。前は寒かったけど今日はそうでもなかった。全然大丈夫です。ひなのアバターにしてみました、だって嬉しい。本当はなんか浮き輪もあるの、何それ、かわいいんだけど。なんかもう一個のね、一個のやつは知ってんの、なんか持ってるやつは。浮き輪のは知らなかった。ナナアバターナウだって、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう、初見の方嬉しい、たくさん来てくれました、ありがとうございます。浮き輪着替えました、だってかわいい、みんな見せて見せて、すごいね、いっぱいあるんですね。ひなのアバター欲しい、だってゲットしてよ。どうやってゲットするのか知らないけどさ日曜日が待ち遠しいです。日曜日はなんだ、なんでしょう。でも曜日感覚とね、日にち感覚がなさすぎて何があるかわかんないでもあれと見た、渋谷と見た、休憩公演申し込んだね。休憩の公演とさ、賞味期限っていうの、何期限っていつなんですか、あれ。うちらの19日かな、うちらワオがのやつで応募いつまでですか。応募期間みたいな、明日の11時50分また切れる、あ、また切れたね、絶対。青が見に来てよ、エモいでしょ、なのの青がなんてさ、ね、見に来てください。見に来てください。みんなの、うちらは一番最後ですね、青が一番最後の青がを締めさせていただきますので、その頃のひなちゃん知らないから見たいです。この1ヶ月でファン、嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。ぜひぜひ青がのひなのを知らない方はね、ぜひここでね、あ、ひなってこういうことしてたんだっていうことを知っていただきたいですし、もしね、子さんの私のファンの方は、ドエモみたいな、ドエモすぎて死ぬみたいな感じで見てくれたら嬉しいです。そうだ、幻のゾウさんやったんだよ、ひなの、懐かしい。最後だからやりたいですって言ったのにやらせてくれた意地でもやらせてくれなかったのに、最後にやりたいですって言ったらやらせてくれました。だから見に来てね、サイン会申し込んだよ、だって、ありがとう。ちゃんとサインも書き直したので楽しみにしてください。当ててね、そしてまたね、いつかの名古屋のまたカミングレーバーのライブがあったりだとか、チーム S のツアーがあったりだとか、すごいいろいろあるので、皆さんも楽しみにしていてください。楽しい夏にしましょうね、イエイイエイ。みんな楽しみなことがたくさんだね。今年いっぱいあるね。最近の嬉しいことは、やっぱそうやってね、たくさんみんなに会えることもありますし、なんかトーク会したいなと思った。なんか今回私会とかでカミングフレーバーでね、ちょくちょくお話しさせていただく機会はあるんですけど、なんかちゃんと一対一でお話しする機会が最近はないので、なんかちゃんとお話ししたいなって思いました。
鼻一発はどれぐらい伸びますか、わかんない。ほっぺはめちゃくちゃ伸びるよ。でも鼻はわかんないです。すごいなんか懐かしい名前が。元気いい、みんな嬉しい、遊びに来てくれてありがとう。ね、なんかどんどんね、全然話せなくてゆっくり、ね、7人の圧がきっと7人の圧がすごすぎてね、全然話すことができなかったこともあると思うので、またゆっくりお話できたらいいなって思いました。お話してくれますか。お話してあげます。そうそう、みんなと話せるのもすごいいい機会だし、すごい髪触れのすごい元気の良さが出ててすごいいいと思うんですけど、個人的にゆっくり話したいなって思いましたね。渋谷緊張する、全然緊張せずに、本当に本当になんか、なんなら逆にうるさすぎてこっちがびっくりするぐらいだと思うので全然なんか気休め程度に来てくれたら嬉しいです。流れ星ありがとうございます。扇風機回ってるよ。でもまだ開いてないからね、ちょっと暑い。ライブの後の私会はね、もう本当になんかそれはなんか結構一対一でお話がちゃんとできるので、それは結構好き。なんかゆっくり話せて私は好きです。目力やばい。みんなのね、濃いんだよね、なんか目がギラって感じでしょ。来週行くよ、ひなのの名刺もらえたらいいな。かわいい、待ってます。ひなのの名刺渡せますように。ひなのにもらった名刺を手帳に入れてほしい。かわいい、お仕事頑張ってね。ライブの直後に話せるのね、いいと思う、めちゃくちゃ。拍手パチパチパチ、ありがとう初見の方。ああ出遅れた、だって出遅れちゃダメです、ちゃんと来てくださいやばい、会いたすぎる、だってね、会いたいね、またお話ししたいね。ひなのかわいいよ、だってありがとう照れるね。フォローしてんのに通知が来ないの、なんでだ。まあ、ひなのはね、予告もしてないので予告もしてない私が悪いですね。相変わらず近い、そうちょっとね、離れるとね後ろが見えちゃうから近づいてるってのもあるけど、普段から近いですね。わあありがとう、めちゃくちゃ短冊とか流れ星とか嬉しい。生ひなのまだ見たことないの、見に来てよなんだって、それは事件ですね。生ひなの見に来てね生ひなのはいいぞ、もちょっとよねよくわかんないけどね面白い言い方、言い方、はい、ぜひ生のひなのに会いに来てくださいひなのちゃん本当に可愛すぎて好きなんだ、可愛い、ありがとう。焼きひなの焼きひなのもいいですけど、まあ、夏はね焼きひなのになるので、ぜひそこもお楽しみにしててください。そう今日ポニーテールしたの、今日は時間がね4分ぐらいしかなかったからポニーテールしようと思ってしたの。
16部とかあるから普段は紙フレのお渡し会はね、だからね頭使えちゃうからやめたけど、そう今はねちょっと髪の毛伸ばし気味、伸ばそうと思ってる気味で、また切ろうかなと思ってるけど、ひなのが実在、うん、ひなのが実在することを確認、かわいかった、何みんなかわいいんだけど、何今日ひなの褒めようの回なの、ショールームっていいものですねこんなに褒めてもらえるなんて、あショールーム初見だけど3日の日の私で名前なの見て感動しました嬉しい、ありがとう、3日、お渡し会か、ありがとうございます。じゃあこれからは会いに来てね、ちゃんと。そうひなののショールームはそう毎回褒めてんだよね、そう今なんか久々にやったからなんか忘れてた、そういえばこのショールームはひなのを褒めようの回でしたね。本当に私のファンの方って本当になんかもう優しくてめちゃくちゃ優しいんですよ。そうだからなんかいつもねもう甘やかされてこの3年間生きてきたんですけど私はい、だからねたくさんたくさん私を甘やかしてくださいそしてたくさん褒めてくださいね。そうひなのはそうやって初見の方がみんなパチパチパチだって、そうこんばんはありがとうね来てくれて、そう褒めて伸びるタイプなので私はちゃんとみんな褒めてください。人生ずっとでしょ、そうひなのの人生はね褒めて伸びるタイプなので怒られたくないです。そう甘やかしたい。この前のエスコア見ましたが、生ひなののベストが細すぎてね、なんかひなのもさツイッターの写真なんかお母さんに言われて見たの、その写真もね、お腹がねバキバキなの、ひなのすごくない、あれはひなのも笑った、さすがに引いたもん自分でこんなにバキバキなことあるみたいな。新宿で初めてひなの楽しかった、ありがとう、ぜひまた気軽に話しに来てください。やばいよね、じゃあ何もしてないの、本当に何もしてなくていいなの、ガチなんかね何もしてないし、あそこまでバキバキになりたくもないの別に、個人的にはね、やっぱちょっとさ可愛い綺麗具合があるじゃん、あれはマジ筋肉だよね、腹筋芸じゃない、別に芸にしてるつもりもないのよこっちはね、こっちとら困ってんのよ、あのポーズが悪かったね、あのバズーカ法ダメでしたね。でもみんなね褒めてくれるからね、ちょっとまあいっかなみたいな、こんなバキバキのお腹も悪くないかなって思います僕もバキバキ目指します、約束ですよバキバキいいじゃない、ありがとう褒めてくれたからいいや褒めてもらったのでもういいです、バキバキでいいです。部屋の温度何度ぐらいなんだろう、考えたことないな、わかんない、でも暑い、ちょっとだけね。今何分ぐらいありました、私わかる人、痩せたい、でもガリガリになりたいです。20分か、あと10分ぐらいやろうかな、体感5秒はい、いや全然やってないじゃん今の、結構喋ったけどね。みんなは最近何やってんの、みんなのと会えない間みんな何やってるんですか。今日私会でいた15歳、 ありがとう来てくれて、すごい嬉しかったです、若くて若いエネルギーをすごい得た気分ですごい嬉しいですあみちゃんのこと勉強してます、あ嬉しい、たくさん知ってください、なのこと何でも答えるので。毎日泣いてるの、なんで、散歩いいね、最近散歩もなんか疲れてね外歩きたくないひなのの活躍を楽しみに生きてます、生きてますだって、嬉しい、
優しいんですね。天海さんに会えないで何もできないですね。本当ですかね。まあ公認なんで許しますけどね。 DD 公認だもんね。久しぶり見たけどやっぱドストライクです。めっちゃ褒め言葉じゃん。嬉しい。溺れてください、そのまま私に。こんばんは、ありがとう、遊びに来てくれて。なんだかんだ天海さんが反応してくれるのが幸せで。ないそれ、可愛いですね。今の反応しますよ、いち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 反応します。ひなののモバメンね、モバメン難しいんだけど、なんかさ、ひなののこの今の気持ちを伝えようと思うとさ、毎回同じ気持ちなの、別にね。そうだからなんかメールって難しい。みんなを満足させられない。メールでみんなを満足させられないけど、みんなが癒されてくれるなら私は嬉しいです。唐揚げ弁当食べました？美味しいよあれ、おすすめです。最近モバメ取り始めました、だって。えマジで、今のモバメをこれでも送るようになったので、本当になんか全然来ないなって思わないでください。めっちゃ共感するメールの内容、本当よかった。なんか今のわかんない、みんなのメール見たことないからさ、マジ自分って短文なの、マジで思ったことをポッて送るだけだから、だからなんかみんなを満足させられてるのかわかんないんですけど、ぜひひなのの本当にリアルタイムをメールしているので、そのリアルタイムを楽しんでくれたらいいなって思います。ピオメールで唐揚げ弁当見てみて。何？怖いんだけど。またなんか変なことしたでしょ絶対。今日からひなのもめ取っちゃいしようかな。わー、取っちゃいしてみてください、ぜひ。リアルタイムで楽しんでます。本当よかった、楽しんでくれてるならよかったです。写真少なめですし、それはひなのも気にしてるからしです。え、最近今日かな、今日久々自撮りしたもん。なんかめちゃくちゃ私服でね、なんか衣装着た時は自撮りするけど、衣装着ない時はあんまり自撮りしないの私。久々自撮りしました。お渡し会参加するね、ぜひ待ってます。初見の方は、今日初見の方が多くて嬉しいです、ありがとう、来てくれて。そう、1日に2通は絶対に送るようにはしてるの、頑張ってね。でもひなのの目標は毎日3通だから頑張りたいなと思ってるんですけど、なかなかね、なかなかねとか言って。頑張ります。うん、えらこやん。優しいね。そう、もうひなの SNS が苦手で、なんか文章にするのが苦手なんですよ。こうやってお話しするのはめちゃくちゃ好きなんだけど、文字をそのまま喋ったことをさ書くとさ、こうやってなんとかさーとかなる、そうなっちゃう。なんとかでみたいな、そういうの文章できないじゃん、文章って。だから文章って苦手なんですよ。おしゃべりは好きなんですけど、だから SNS が苦手で、でも最近はちょくちょく頑張るようにしているので、褒めてほしいな。褒めてほしいな。そう、読むのも苦手なんです、私。気をつけます、頑張ります。おお、じゃあそろそろ終わろうかな。またゆっくりショールームまたしたいと思いますけど、今日は皆さん来てくれてありがとうございました。そう、ほぼつぶやきだよね。また遊びに来てね、またショールームするね、近々します、ちゃんと。おやすみみんな、バイバイ。またぜひお話ししましょうね、ゆっくり。みんなの楽しそうな会話が見れてよかったです。
し懐かしい名前も見れたり新しい名前も見れたり幸せです。最近はねすごい私の方がみんなに会いたいんじゃない会いたがってるんじゃないかなってぐらいみんなの存在をが恋しいです。すごく。また話せる時にゆっくりお話ししましょう。バイバイ。照れるね。今もこんなこと普段言わないからね本当に。普段こんなこと言わないんですけど今日はちょっと言ってみました。言ってみました。バイバイ。おやすみね。じゃあね。おやすみなさい。